YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会、サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。はい、こんにちは。はじめまして。はい、お名前を頂戴できますか。はい、川島渡と申します。はい、これ今日はどんな船ですか。はい、これは海上自衛隊、SS501 双流型という最新鋭の潜水艦です。これはすいません、春はどこ製ですか。あ、自作です。自作フルスクラッチです。うわ、いつ作った。あ、11年ほどかかりました。11年かかって完成がいつ。今年お、まあ、つい最近できた、はい、でまだ完成してません。すいません、上の上部甲板の上部春の裏側を見せてください。はい、裏側は実にシンプルで、はい、何もついていません。これ FRP ですね。はい、FRP 製です。皆さん見てください。これ何分の1ですって。96分の1です。96分の1。これ見てください、 FRP ですよ。これ木で原型を作ったんですか。いえ、私は、スチレンペーパーで作ります。スチレンペーパー。スチレンペーパーの積層モデルを、ベースに、春の原型を作ってます。スチレンペーパーを積層していって、はい、まあ、要するに発泡スチロールの塊から削り出す、はい、いや、もう積層する段階で形はできています、うん、そういうアプリケーションがあるんで。なるほど。それは私の専売でして、昔からそういうやり方を。それはすいません、でもその積層っていうけど切るのは自分の手で切るんですか。はい、手で、カッターナイフとカッターマットを使って切ります。それをパパパッとしていくとほぼこの形になった。はい、ほぼこの形に最初からなります。でそれを厚みは、だいたい僕が使うのは2ミリから1ミリを使い分けます、うん、ということはすごい枚数ですね。はい、オストロシ枚数を重ねて84センチ、全長84センチの針を作ります。こう、ねじれたりとかしないんですか。いや、それはベースとなるアルミの角棒が入ってますんで、それがねじれることは。それ今のそれすごい実は、ね、いやいや、そんなことないです。大切なこと。でもそれしないとそうなりますよね。そうなります、絶対、ね、絶対そうなるやろな。話聞いててそうなるやろなと思ったんですけどそういうことですね。はい、そういうことです。皆さんこれいろいろやり方があるんですね。それでそれを元にして、目型を起こして、はい、そうです。でハンドレイアップで FRP で置き換えた。置き換えたって感じで。エポキシプラス春です。エポキシ硬い。そうですね、削れない。ただキュアリングオーブンというものを使うことによって、うん、たった2時間で硬化させることができます。あ、そんなの持ってるんですか。いえ、自分で作りました。もう何でも作っちゃう。いや、もう売ってなかったんで。素晴らしいですね。しかし60度で2時間で完全硬化です。そう、何で電熱ですか。そう、おっしゃる通りです。電熱、さすがだと思います。電熱素晴らしいですね。電熱器を、サーモスタットでコントロールします。火事起こさない、まあ、60度で大丈夫ですね。はい、大丈夫だと思います。へちゃんと断熱材も。なるほど。不燃性のやつを使ってますので、はい、でこれは WTC は。これはこれは次世代型の WTC を目指してまして。お、次世代型、はい、ガスなし、バルブなし、ポンプなし、ピストンなしで動作します。んー、これどうなになってるんですか。すいません、企業秘密です。ほー、だから黒いんですね。はい、そうなんです。実は近い将来ですけども、はい、特許申請を目指していまして。素晴らしい。に今ちょっと皆様のお目にかけることはできませんけども、申請が終了して皆さんに見ていただけるように準備しています。素晴らしい。自然に優しい。はい、そうです。本当に自然に優しい。自然に優しいね。フレオンガスといえども地球温暖化しますのでね。はい、それをない、いわゆる、ほぼ、作り上げて思ったんですけど、ほぼフィーリングは、ガス式と変わりません。なるほど。いわゆるほんの少しガスを入れた、ほんの少しガスを抜いた状態は可能、再現可能です。はい、素晴らしい。これは皆さん楽しみにいたしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。も来年もよろしくお願いいたします。今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。JMSS 日本模型潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。